皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信いたします。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、いやー、ここ連日ね、小難しいお話をしてしまって総選でした。もうしばらくはね、こんな難しい話はね、お休みします。まあ、疲れます、非常に疲れます。まあ、ただただ病気でね、自分の状態を知ろうとしてこう調べまくってね、こう素晴らしい情報だったので、まあ、皆さんにね提供できればいいなと思ってて喋ってたんですけども、専門分野じゃないんでね、僕は美容師なんで、まあ、でもね、健康に関することはですね、まあ、美容に関係するわけですので、まあ、やっぱりね、力が入ってしまいます。でもここ連日のお話は難しすぎたということでね、しばらくは難しい話はね、お休みするつもりです。またね、不意にねやってくるかもしれませんけどもね、まあ、その時はね、またねお付き合いください。ほんで今日はですね、僕の体重のお話をします。体重ね、体重に関して僕の身に起きた最新のお話です。まあ、僕はね、日々体重を落とそうとしてるんですけどもね、まあ、そんな体重にね限界が来ました。今までね、その体重を落とそうとね、努力をしてたんですけどもね、53.4kg よりね、落ちなくなりました。まあ、退院した時はね、その60キロで、まあ、病院側からね、体重をね、もっと増やした方がいいよとね、言われてて、まあ、そこから食べて溜まくってたんですよ。で、退院して半年経ったぐらいで、まあ、徐々になんですけども、72キロまで増やしたら、痩せなさいと言われましてね。でもね、この入院する前、まあ、僕がその病気する前っていうのは72キロくらいだったんで、まあ、元気な頃の体に戻っただけなんですよ。なんかもう僕が思う頃はね、これでね、体も丈夫になったんかなと思ってたからね、まあ、ええんちゃうんと思ったんですよ。でも実はね、そうじゃなかったんですよ。まあね、この12キロをね、増えた体重をね、減らすのがめっちゃ大変でしてね。まあ、結果的に今は減ってますけども、このね、減らしていってる途中で、もう通院のたびにね、血液検査をするんですよね。体重と血液検査って関係ないやんって思うじゃないですか。僕はね、血液のがんであるその白血病というのになったので、その血液細胞のことや、まあ、各臓器にね、異変があるとか、というのをはっきりとね、こう検査で明らかにするものだと思ってたんですよ。で、その思いはね、ある程度当たってたんですけども、その血液検査の結果からですね、思いがけないことを言われてましてね、まあ、それはね、糖尿病やったんですよね。その実際にはね、その糖尿病予備軍というカテゴリーなんですけども、その糖尿病予備軍やからもっと痩せろと言われましてね、それで食事療法とかでなんとかね、順調に減らしてたんですけども、もうそろそろね、限界が来ましてね、元気がなくなってきたんですよ。そしてね、体力もなくなってきてね、もう少し疲れるようになってきました。細かいことを言うんですけども、53.6kg までくらいは、まあ、なんとも感じなかったんですけども、その 53.4kg のね、日はもう特にしんどいわけですよ。もうふらつくしね、あと何よりもね、その精神的な苦痛が結構くるんですよ。飽きてたんですよ。だからね、まあ、その心からね、もう何もかも負けてしまってたらね、ほんまに何もできないんでね、まあ、だからってまたね、体重を元通りの72キロぐらいまで戻そうなんて、まあ、思わないですけど、まあ、増えないようにね、キープすることに専念してみようと思います。キープしておかないとね、また糖尿病になったらね、嫌なんでね。この食生活には問題なかったというか、まあ、食事選びには問題なかったんですけども、体力がなくなったりね、ふらついたりといったね、このような限界をね、感じ出した頃のことを思い出すと、ちょうど体重を気にしすぎてて、ね、食事の回数がね、少なかったかなってね、思いますね。食事の内容はもちろん野菜中心だったので、まあ、問題ありません。でもちろんお肉も お米もちゃんと食べてますよ。三大栄養素であるタンパク質、炭水化物、脂質のバランスをね、考えなきゃいけませんからね。でこれらをしっかりと取っているとですね、ビタミンとミネラルもね、しっかり取れますので、別に、だからそのもうそれの食事と別でサプリメントとかでね、補給する心配もね、ありませんのでね。それでももしそのお肌に異変
変を感じたりなど、その他ね、体に異変を感じたら、それをね、調べてね、まあ、それに必要な栄養成分の豊富な食材をね、ひたすら食べまくるというようにしていけばね、いけると思ってますのでね。で、まあ、そりゃね、そのサプリメントとかね、食べれたらどれだけ楽なのかっていうのはね、僕にもわかりますよ。でもね、その病院からね、そのサプリメントやね、プロテインっていうのは止められているので、未だに食べてません。例えばサプリメントとかね、プロテイン入りのお菓子とかあるじゃないですか。あとゼリーとかもありますよね。まあ、あのようなものもね、まあ、ただのお菓子としてしかね、見れないんですよ。あの、塩やね、お砂糖などいっぱい入ってるし、もしそれがあの、クッキーならば、もうただのクッキーをね、作る工程の中にそのプロテインやサプリを入れてるだけなので、まあ、それはそれぞれの材料としてね、入れてあるから、まあ、摂取できることは摂取できてるんですよ。それには変わりないんですよ。でもそもそもね、クッキーが今食べづらいんですわ。あの、パッサパサになるのでね、すごい辛いんです。口の中の粘膜障害でね、唾液の分泌がまだまだ悪くてね、こう水分量の少ない食材を食べるとね、すごい辛いんです。だからね、どうせならね、カントリーマームみたいなね、しっとりとしたやつがあればいいんですけどね。でもその今はカントリーマームでさえもね、ちょっと危ういですけど。っていうか、カントリーマームってなんであんな美味しいんでしょうね。あの、ベーシックなチョコ味も美味しいですけど、僕はね、あの、バニラ味が好きなんですわ。バニラ味ってありますよね、あの、白い方ね。あ、チョコレートじゃなかった。あれ、ココア味ですね。ココアね。で、ほんで、今はね、あの、レモネードとかね、あの、チーズティー味とかね、出てるみたいですよ。レモネードはね、食べてみたいですね。なんか、あっさりして美味しそうですよね。でもまあ、美味しいからといってね、こう、ついつい食べすぎるとね、今までの努力が水の泡ですのでね、まあ、子供がいてるんで、その子供と一緒に食べるので買いますけど、まあ、僕はね、一日のおやつでね、まあ、一枚程度でいいかなと思います。あとはね、その甘いのはね、大好きなんですけども、その甘いとね、ベロがね、痛いんでね、こう、まあ、痛い思いをしてまでね、食べたくないので、まあ、少しにしておきます。まあ、そんな感じでね、あの、僕の現在の体重管理にね、様々な限界が来ているというお話でございました。今回のお話は難しくなかったでしょ？まあ、僕も喋りやすかったし、皆さんもね、聞きやすかったと思います。で、このような、まあ、その動画を見るということとか、まあ、人が何かを行動を起こすというのは、大体問題解決の時なんですよ。例えばね、まあ、すごい細かいことになるんですけども、その、今ね、皆さん YouTube を見てはるじゃないですか。YouTube って、あの、スマホかね、パソコンでね、アプリを立ち上げてインターネットに繋いで、出会えたりして、でアプリから検索してか、まあそのね、スクロールしてるうちに僕がパンって出てきたから、あ、安いで見ようか思ってポチってね、見てくれるじゃないですか。そういうのってその時間がありますよね。で、時間が余ってるから見るじゃないですか。その時間が空いてるっていう問題を解決するために、その時間を埋めようとするわけじゃないですか。で、それの手段が YouTube なわけですよね。まあ、そのようなね、今抱えてる、まあ、問題っていうのを解決するために人間は行動を起こす生き物なんですよ。で、その皆さんの何かしらの問題を解決するために、まあ、このような動画でね、皆さんのお役に立てればいいかなとね、思ってます。まあね、大きい問題は難しいですけども、まあ、今回のようなね、あの、体重がなかなか減らなくなったけど、私の他にもこんな状況になっている人っているんかなってね、っていうようなことを心のどこかでうっすら思ってる人がいてるなら、あの、共感してもらえたことでね、少しは悩みという、その体重がなかなか減らない人が自分の他にもおったということでね、あの、すっきり解決したと思います。ね、もうすごい無理やりすり合わせたようなね、今ことを言ってますけどもね、まあ、根本のね、体重の減らし方というのは、まあ、これまでの動画や、まあ、今後ね、後日これから僕が動画でもね、またお話しすると思うので、その予定なので、またね、ご覧いただければ幸いです。まあ、そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。